迫害を受けているイスラム教徒ロヒンギャとミャンマー政府との対立は子どもたちの教育現場にも悪影響を与えています。こちらのロヒンギャの村にはミャンマー政府が建てた小学校がありおよそ500人の子どもが通っています。この村のロヒンギャはラカイン族と呼ばれるミャンマー人と衝突し対立してきました。学校も2つに分けられ子どもたちも分断されています。ဒီကလာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လေးတွေအားပေါင်းစဲလို့တော့အဆင်ပြေမှာမဖြစ်ဘူးလေ